サラマリコン、こんにちは、まなみです。今回は人間がこの世に誕生した日の話という動画を見た感想を伝えたいと思います。私がこの動画を見て印象に残った部分が2つあります。1つ目が、この地球が作り上げられたということは神が存在する証拠ということでした。その中でゾルさんが例に挙げていたのが、どれだけ優れた人間、また頭のいい人間が時計を作っても50年後、または100年後には1秒、また1秒と少しずつずれていくとおっしゃってました。しかし地球っていうのは何十億年前からも存在していて、毎日毎日同じスピードで回転しています。それっていうのは私も考えたことはなかったんですけど、確かに不思議なことだし、やっぱり偉大なる神が作り上げた世界だからなのかなと思いました。そしてもう一つが、たったの100年っていう100年ぐらいの人生、そして現世を必死に生きて、その亡くなった後、死んだ後の来世一生を無駄にするっていうのはもったいないっていうことでした。確かに私は今の人生っていうのをいかに幸せに、いかに充実したものにしようと必死に生きてるなと感じました。それは来世っていうのが信じていないわけではないんですけど、亡くなったら何もなくなってしまうっていう、気持ちもするから、今の人生に必死になってるのかなと思います。しかし来世を信じることでもっと気楽に今を生きれて、そして長い目で見て来世を天国に行ったり、もっと充実した生活ができると思うんだったら、それを信じてみるのもいいかなと思いました。今回もありがとうございました。以上です。